ああ、もう今日も埋まってるじゃん。ねえ、これってキャンセル待ちってできないの？あ、できない。ああ、そう。あ、じゃあいちいち見なきゃダメなのね。難しいわ。夢の国が大好きなあなたに特別なプレゼントを贈ろう。ずっと泊まってみたいと話してくれた。あのホテルを予約するんだ。足早に帰る人を優雅に見送ることもできちまうぜ。俺たちの夢の時間はまだ終わりじゃないんだ。そんな優越感に浸るのもいいだろう。ミラーコスタ最高な日にするために身だしなみを整えないと。なんでうちにある鏡はこんな小さなものしかない。ミラコスタこれだけじゃ服を選ぶのに上半身しか確認できないぜ。何度も予約サイトを開いても誕生日当日の状況は本当に予約が埋まったままだな。地球儀側ではまるで意味がない。丸い海に広がるパレードを部屋から見れちまうぜ。上から楽しむなんてめったにできないね。嬉しそうに話す子ミラーコスタ最高な日にするため車も磨いちゃおうか。喜ぶ顔が見れるなら給料半分とんでもいいのさ。ミラーコスタ記念日的なブランデーみんなは写真とケーキもセットです。車を車庫から出すとき